森口パドマさん、37歳、2職、はい、勉強のための読書ができません昔から読書は好きで、漫画から純文学まで物語の世界に親しんできました興味が湧いた分野の新書などにも手を伸ばしています読んでいる最中に自分なりの感想や考えが出てくる時もあるのですが一冊読むのに時間がかかるので 読み終えたときには頭に何も残っていません。うん、何か自分の身になりやすい読書術はありますでしょうか。難しいあのメモ取れっていうコメントが今。 流れてるし、あと本読んでる場合かっていうのはつまり37歳無職だから、えー、本読んでる場合かっていうふうに書かれて書いたと思うけど関係ないよあの勉強はどんな立場でもどんな年齢でもやった方がいいに決まってるからね一冊読むのに時間かかるので読み終えた時に頭に何も残ってないっていうのは物語の世界は割と好きだろうけどもいわゆるノンフィクション系ってさあんま好きじゃないんじゃないのかな。あのもし好きだったらば、 ほっとといても残るははずだだ僕は思うんだけどね。読んで時間かかるし読み終えた後何も残らないんだったら本棚ってさ読みたい本と読んでみたい本とこういう本を読める私になりたい本と3種類で構成されてるじゃんこの構成比って俺は8割がもう読んでる本というか読みたい本で1割が読むように読めるようになりたい本。 残り1割がこんな本が読める私になりたいなって憧れ本なんだけどさどうしても本が好きっていう時ってこのの憧れ本の比率が増えちゃうんだよね。そうすると本棚の本のうち半分が読みたいなことになっちゃうそういう時期はね誰しもあるんだけども37歳はそろそろ自分に正直になっていい時期だと思うから、うん、少なくともねこの1年1ページも読んでなかった本は もうね、今すぐブックオフ行って持ってって売っていいよあとで買い直せばいいだけのことだしあと本屋さんにまだ売ってたんだったらもし1年前とか何年か前に買ってもう本屋で手に入らないようなノンフィクション系の本があるとしたらこれフィクションは関係ないよフィクションは流行があるからねでもノンフィクション系いわゆる教養系の本で何年か前に買っててもう本屋に手に入らないだから貴重だっていうのは逆逆。 ノンンフィクションでそんんななな本本は、結局いらないらだ。定番化しなくて一時期流行に乗って出たんだけどもう読んでもしょうがない本だと思うからもうブックオフに全部売っちゃえばいいよそして本棚に、ね、巨大な空きを作ろうよ。で本棚の中にガランドみたいなの作るとスマートノートと同じ効果だよね。あれはページの右側にいろいろ書いて左側を開けると空白っていうのが何かを考えさせる誘発になるんだけども本棚の中に巨大な空白を作って本がない状態を作った時にまた俺 結局読まない本を買うのかっていうふうに思わないような本の詰め方をすると多分2015年はちょっとあの読書家体験が豊かになると思います。